アダムスタニツワフ・サピエ派と妻のヤドビがアダムスタニツワフ・サピエ派はオーストリア・ハンガリーのポーランド人貴族、政治家。サピエ派家の子、公爵。レオン・ルドビク・サピエ派公とその妻のヤドビがザモイスカ、伯爵夫人の間の長男として生まれた。イギリスに留学してロンドン大学で自然科学をスコットランドのスピロウで農業経営を学んだ。 1848年革命に際しては、ガリツヤで独立運動のために結成された国民防衛軍に協力し、パリで武器を買い付けている。1849年には協里に戻り、クラシチンの所領を経営するようになった。彼は、ガリツヤ修事主協会に所属し、1875年にはその会長となった。会長としては、 プシェムイシルでのストライキなどを主導したり、様々な地主団体の連携を深めようと努めた。1863年の民族反乱では、白派を支持し、放棄軍に武器や資金を提供した。1864年には、パリに赴き、反乱継続のための資金援助を呼びかけている。1866年に、ガリツヤに戻り、ガリツヤの自治を求める運動で、 中心的役割を果たした。1868年にガリツヤ王国議会議員となった後は、以前とは逆に帝国政府を支持する側に回った。1879年にはオーストリア、貴族院議員となった。同世代のガリツヤの貴族、知識人と同様、若い頃はリベラル派だったが、1865年、以後は保守派に喰らいしたと言われる。 サピエ派は1873年の学校と裁判所におけるポーランド語仕様の合法化に貢献した。1874年にレンベルクに林業学校を1877年にガリツヤ林業協会を創設している。またガリツヤにおける鉄道建設の出資者にも名を連ねた。また日刊新聞の暗い紙や様々な文化機関を支援していた。 1852年に、ブワディスワフ・ヒエロニム・サングシュコ公の娘やドビが、サングシュコと結婚し、マニヨン男三女の七人の子女を設けた。長男のブワディスワフ・レオン・サピエハは、政治家、三男のパベウ、ヤン・サピエハは、ポーランド赤十字社初代総裁、末息子のアダム・ステファン・サピエハは、数奇教、クラク・フ大司主教となった。ありがとうございます。